アーリントン国立墓地にある無名兵士の墓戦没将兵追悼記念日とはアメリカ合衆国の連邦政府の定めた祝日で5月の最終月曜日である戦没将兵記念日戦没者追悼記念日などとも呼ばれるかつてはデコレーションデーとして知られていたこの祝日は兵役中に死去したアメリカ軍兵士を追悼する日である最初は 内戦であった南北戦争で戦死した北軍兵士を検証するために始められた。やがて第一次世界大戦以降、あらゆる戦争、軍事行動で死去したアメリカ軍兵士を含むように拡大された。多くのアメリカ人はこの祝日に墓地や記念碑を訪れる。国を挙げて追悼時刻はワシントン時間で午後3時である。もう一つの伝統は、 地方時間の夜明けから正午まで正常期の半期を掲揚することである。ボランティアが国立墓地にあるそれぞれの墓の上に正常期を備える。2006年フォートローガン国立墓地追悼に加え、戦没招兵追悼記念日はまたピクニック、家族の集い、スポーツイベントの機会でもある。スポーツにおいて最も長く続く伝統の一つはインディ500であり、 1911年以来、記念日前日の日曜日に決勝レースが行われている。一部の米国人は、戦没招兵追悼記念日を非公式な夏の始まり、レイバーデーを非公式な夏の終わりとみなしている。自動車事故や、その他の安全に関する事故が起こりやすいシーズンが始まることを考慮して、国のシートベルト着用キャンペーンが、戦没招兵追悼記念日の週末から始まる。 アメリカ空軍の夏の重要な101日もこの日に始まる。一部の米国人は戦没将兵追悼記念日の週末を兵士のみならず死去した家族を悼むこともしたりする。戦没将兵追悼記念日に先立つ日曜日のキリスト教の教会の礼拝式では過去1年間に死去した信者の名前の朗読が行われることもある。戦没将兵追悼記念日はかつては 5月30日であった。日付に重要性はないが、退役軍人会や南北戦争北軍退役軍人会のような一部の団体は固定された日に戻すことを主張している。退役軍人会は2002年の戦没将兵追悼記念日の演説で単に3連休にするために日付を変えることは戦没将兵追悼記念日の意義を弱める。疑いもなく、 このことが大衆の戦没将兵追悼記念日に対する無関心の大きな原因となっている。と述べた。ハワイ州の日系アメリカ人上院議員、ダニエルイノウエは第二次世界大戦に兵士として従軍経験があるが、1998年以来戦没将兵追悼記念日を伝統的な日に戻す方法を繰り返し発表している。南北戦争の終結後、 多くの地域社会で戦争終結の記念日または戦没者を追悼する日と定められた。戦没将兵追悼記念日を早期に創設した町には、サウスカロライナ州チャールストン、ペンシルベニア州、ボールズバーグ、バージニア州リッチモンド、イリノイ州カーボンデール、ミシシッピ州コロンバス、その他24の都市や町がある。これらの行事は、結局、 北軍の死者を称えるデコレーションデート複数の南軍の戦没将兵追悼記念日前後に行われるようになった。1865年、エール大学歴史学部のデイビッド・ブライト教授の提案に従って初めての戦没将兵追悼記念日がチャールストンの歴史的な競技場で解放された奴隷によって祝われた。その場所は収容中に亡くなった。 北軍兵士の共同墓地であっただけでなく、以前の南部連合政府の捕虜収容所であった。多くの解放された黒人と北軍兵士のパレードの後には、愛国心にあふれた歌声とピクニックが続いた。戦没将兵追悼記念日の公式な誕生地は、ニューヨーク州ウォータールーである。その村が誕生地とされるのは、その村が1866年5月5日に、 そしてその後毎年その日を祝ったからであり、そしておそらくは著名なウォータールーの住民であるジョン・マレー将軍とその日を毎年祝うように求め、イベントを全国に広げるように一役買ったジョン・エイ・ローガン将軍の友情がその成長の鍵となる要因だったからであろう。ローガン将軍は南軍が特別な日に自軍の死者を称える方法に感銘を受け、北軍にも 同じような日が必要であると確信した。伝えられるところによると、ローガンは次のようにするのが最もふさわしいと語ったと言われる。個人は、特にギリシア人は、死者を、特に英雄を、月桂樹と花の飾りで唱えた。この地のすべての兵士の墓を飾るための日と、するよう命令を出すつもりである。もしできるなら、その日を祝日としたい。ローガンは、 1866年4月29日、イリノイ州カーボンデールの墓地で行われた死を挙げての記念祝典の主講演者であった。おそらくその日を国民の祝日にするというアイデアが彼の頭に浮かんだのはこのイベントである。1868年5月5日、退役軍人の団体、グランドアーミー・オブ・ザ・リパブリックの長という立場で、ローガンはデコレーションデーを 全国的に祝うべきであるという声明を発表した。そして同じ年の5月30日に初めて祝われることとなった。その日が選ばれたのは、それが戦闘の記念日ではなかったからである。北軍兵士の墓はこの日を祝って飾られた。多くのアメリカ連合国の州は、北軍に対して残っていた敵意のため、また、南部に暮らす北軍の福音軍人が、 極めて少なかったためデコレーションデーを祝うことを拒んだ。多くの南部諸州は戦没将兵追悼記念日をずっと認めなかったが、第一次世界大戦の多くの福音軍人は南部出身であったため、第一次世界大戦以降を認めるようになった。ただし、南部諸州は州によって日付は異なるが、引き続き連合国の戦没将兵追悼記念日が別にあった。 注目すべき例外は、コロンバスで1866年のデコレーションデーに墓に埋められた北軍及び南軍の犠牲者を共に追悼した。戦没将兵追悼記念日という故障は1882年に初めて用いられた。しかし、第二次世界大戦後になるまでずっと一般的にはならず、1967年まで連邦法では、 公式な故障としては用いられなかった。1968年6月28日、月曜休日統一法がアメリカ合衆国議会を通過し、週末を3連休にするために4つの祝日が従来の日から指定された月曜日に移された。この祝日とは、初代大統領、ジョージ・ワシントンの誕生日となったコロンブスデー、福音軍人の日、戦没将兵追悼記念日である。 これにより、戦没将兵追悼記念日はこれまでの5月30日から5月の最終月曜日に変わった。法律は、連邦レベルで1971年に施行された。若干の導入時の混乱と、州レベルでの反発の後、全50州が数年内に施策を承認した。もっとも、福音軍人の日は、結局元来の日に戻ったが、皮肉なことではあるが、 ほとんどの企業はもはやコロンバスデーや福音軍人の日を休日とすることを廃止しており大統領の日を営業日とする企業も増えつつある。戦没将兵追悼記念日は南北戦争に期限を持つため米国外では祝日ではない。ヨーロッパにおいてはフランス、ベルギーだけでなくイギリス連邦諸国も戦死した軍人にリメンバランスデーまたはその前後に 敬意を払う日を定めている。リメンバランスデーは第一次世界大戦に期限を持つ。米国ではその日を福音軍人の人し、すべての福音軍人に生死を問わず敬意を払う。アイルランドではナショナルデーオブコメモレーションに過去の戦争であるいは国際連合の従軍中に巡視したすべてのアイルランドの人々を追悼する。日本では 8月15日が終戦の日とされ、天皇皇后や首相など政府閣僚、戦没者の遺族らが集い、東京都千代田区の日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が行われる。米国南東部の諸州ではデコレーションデーをすべての家族の墓を飾る日として祝い、軍人のためだけのものとはしていない。その地域ではデコレーションデーを 戦没将兵追悼記念日の前の日曜日に祝う。ジェイソン・イスベルのホークロックバンドドライブ・バイ・トラッカーズはそうしたイベントをデコレーションデーというバラードで表現した。デコレーションデーは個別のアルバムのタイトルにもなっている。チャールズ・アイブズの公共師デコレーションデーは彼が子供の頃経験した祝日を父の仲間たちと町の墓地に向かう途中を トランペットによる早々ラッパの演奏で街へ戻る途中をより生き生きした更新曲の旋律で描いた。しばしばニューイングランドの祝祭日、公共曲、第二楽章として祝日に基づいたアイブズの他の3作品と共に演奏される。ホワイトハウスリメンバランス委員会には閲覧者が無料で視聴できる歌曲を ホームページナショナルモーメントオブリメンブランスホームページ上で公開している。早々ラッパだけでなく、チャールズ・ストラウスのオンリスデーの様々な演奏をダウンロードできる。他の多くの人々も戦没将兵追悼記念日のために作品を提供しており、その中には有名な歌や詩も含まれる。1915年の第二次イーペルの戦いの後、 カナダ海外派遣軍のイシジョン・マクレイ中佐は、イン・フランダース・フィールズという詩を書いた。冒頭の行で描いているのは、フランダースの兵士の墓で育つ、ポピー畑を指している。1918年、この詩にインスパイアされた YWCA で、働いていたモイナ・マイケルは、シルクのポピーを止めたコートを着て、YWCA オーバーシーズをセクリテリスのカンファレンスに参加し、 20個以上のポピーを他の参加者に配布した。1920年、ナショナル・アメリカン・レギオンは、このポピーを記念日の公式のシンボルとして採用した。ありがとうございます。